セノチン。どうみさん、こんにちは。ガクトムチャンネルのガクトでございます。そして今回はこちらの方にゲストに来ていただきました。自己紹介お願いします。どうぞ。お邪魔します。山中正弘と申します。お邪魔しております。よろしくお願いします。山中さんに来ていただきました。お願いします。はい、お久しぶりでございます。お久しぶりでございますそうなんですよね。僕たち実は正友さんと山中さんと僕の3人でイベントをやらせていただいたんですが、もう去年とかですよね。そうですね、朗読のイベントだったんですけども、うん、それが初対面でしたね。でしたね。でもそれ以来なのでですね、だいぶ久しぶり、1年ぶり以上になってしまいましたけども、ね。はい、でなんでこんな企画なのかってちょっと謎ではあるんですが、うんうん、映像的にすごい賑やかですけどね。そうなんですよ、まあ、見てわかる通り実はこんなにかき氷のシロップを用意しているのには、うん、訳がございまして、今回の企画こちら、検証、かき氷のシロップは果たして本当に同じ味なの？イエーイ。よく聞きます。そうなんですよ、このよくお祭りとかで見かけるこのシロップですけども、うん、色は違えども味ってみんな一緒なんじゃねってみんな言われてるんですよね。なんか最近言われてますよね、うん、そんなことがあったら大ショックですよ。本当ですよね。どのシロップがお好きなんでしたっけ？僕、まあ、大体メロン、イチゴあたりを食べて、でもブルーハワイは絶対食べるんです。あ、そうなんですね。で最終的に、あ、この2つが目的、はいはいはい、もうファイナルアンサーみたいなのがもうブルーハワイとレモンだったんです。なるほど。その僕のいろいろ試した青春であるとか、はいはいはい、確かに今までね、いろんなものが全部同じ味だよって言われたらめちゃくちゃショックじゃないですか崩れ落ちちゃいますからね、それが。ブルーハワイで僕食べたことないんですけど、どんな味なんですか？何って言われるとちょっと僕わかんないですよ確かにハワイがブルーって なんだそれみたいなね、わかんないですもんね。ハワイっぽい味なのかな、爽やかなね、うん、感じ。まあまあそんな感じで巷で流れてる説が本当なのか、僕らの味覚を持って検証していこうという企画でございます。夏っぽいですね。はい、まあ、早速じゃあ検証していきましょうか。はい、ということで準備していただいたんですが、はい、僕らちょっと何にも見えておりません。すごいですね山中さんね、ちょっとこの企画始まる前に、つけたところ僕軽く見させてもらったんですけど、凄まじいマフィア感を感じたんですよ。どういうこと？僕のグラさんがちょっとね、ハートにこう、そうですね、可愛い感じでしたもんね、うん、しかもちょっとこう雑なこのなんていうの、こうテープバー貼ったすごい雑な感じ、わかります皆さん？いいじゃないですか、なんか手作り感の、ね、これがね、ガクトムクオリティ味がある、まあよく言えば味がある今回ですね、始めるにあたって、1番から4番のカップを用意しております。最初何本あったんでしたっけ？全部で7種類。なんか僕が小さい頃そんな種類なかった気がするもん。いや、僕もあんまり見たことないかもしれないですね。オレンジって初めて聞いた、うん、オレンジ、グレープってあんま聞かない、ね、そうですよね、うん、早速1番からいってみます。あ、わかりました。じゃあ、手渡ししていただいたんでちょびちょび飲んでいきましょうか。そうですね、ガバッといくと大変ですよ、現役だもんねじゃあいただきます。いや、甘いな知ってる味な気がするから。あ、本当ですか何これ。あー、なるほどね。じゃあなんとなくはイメージできました。はい、じゃあ2番をいただきました。味違うのかな、匂いは。あ、え、匂い、あ、匂いちょっと違うかも。違うよね。違いますね。この匂いは俺分かった気がするけど、あ、うん、あ、これはなんか知ってそうな味だな。待って、同じじゃねえよ、やっぱり味ちょっと違いますねもうすでにちゃんと違う感じがする、うん、あ、わかりました。これは僕ちょっと、うん、俺もこれは自信あんだけど、うん、じゃあ俺もう匂いでこれあれじゃないかな。目処立ちました、うん、あ、僕もなんとなく、いや、そうだよね、うん、あ、違うわ。違うよ、やっぱり違いますねはい、わかりました。はい、じゃあ4番ももらいました。はい、匂いはどうなんでしょうか。あー、また違いますね、ちょっと。僕ね、かき氷好きなんですよ。あ、そうなんですか。だからちょっと僕これ自信ありますね。いいなまあいいや、とりあえず飲んでみましょうか。うん、絶対違うよ、味やっぱり。あー、違うな。でもね、ベースは一緒かもしれないけど、ベースは一緒かもしれない香りが違うだけとか、うん、そういうことなのかな。3番、4番は僕匂いで分かった気がするもんね。うん、あれ3番4番ですか？3番4番。
ってことはこれもってことですか。これも俺好きなやつだと思う。わかんない俺。僕的に自分の記憶で感じちゃってるから、はいはいはい、今飲んだやつが全部記憶にある気がする。そのオレンジとかグレープとか知らないって言ったけど、はい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 、そこあったとしたら間違ってる。そっかそっかそっか、それも、ね、それがないと思う僕が飲んだ中には。もう一回、もう2番は分かりやすいなこれ。やっぱ2番が分かりやすいよね。普通にいろんなお菓子とかにありそうなイメージ、うん、俺の飴とかですごくよくある味、ね、なんかそんな感じしますよね、うん、俺ね1番と2番あ1番と4番が分かんないのよ。これ難しくないですか。ガクト君がそういうことによって俺の自信がね確固たるものになる。逆に、うん、それでは戻ってまいりました、うん、僕は結構時間がかかったんですけど、山中さんは結構パパッと決めてらっしゃって、もう、うん、結構自信あるんだけどな。それが当たれば今まで食べてきたものは、うんうん、結構信じていいってことですね。そういうことだよね、うん、僕の少年時代は否定しないですね。否定されなくて済みますよね。じゃあ僕が思った今回の4種類の中身はこちらです。ドン、1番メロン、2番イチゴ、お3番レモン、4番ブルーハワイ。これが僕の答えです。なるほど。では私ドン、1番メロン、すげえ、2番イチゴ、3番レモン、4番ブルーハワイです。マジか、ぴったりじゃないですか。すげえ、当てたんじゃないですか。本当に、いや完璧だよ、マジか。やっぱりブルーハワイってあ知らないみたいな、わかんないからこれ何の味っ って言ってたから、あじゃあやっぱ間違いなくねブルーハワイだから。僕もなんかそれを聞いてあこれ知らない味ってことはまさかあれかと思って書きましたけど、やっぱ合ってんだね。すごいっすね。味違うよ。違いましたね。違いましたよ。いや皆さん安心してください。これからお祭りに行く際はね、うん、これちゃんと味は違うんだと思って食べてください。ちゃんと味を選んで買って間違いないですね。目に違った情報というか、惑わすような情報があっても味って分かるのかなっていう。なんだと、あ、なるほど。ってことはシロップの味と匂いはそのまま一緒なんですけど、色が違うシロップ、はい、そんなことできるか。すごい頑張りましたね。なるほど。じゃあ検証第2弾ってことですね。わかりました。はい、ということで、4種類の、色が変わったシロップを用意してもらいました。変えてるってことはこれがメロンじゃないってこと。そうですよね、きっとそういうことですよね。なんか罠で実はこれはそのままですが、 あるかもしれないから。それはやばいですね。惑わされますね。うん、早速飲んでいきます。飲んでみましょうか。じゃあそっちからいきましょうか。こっちから、はい。ああ、香り、あれ、なんか嗅いだことある、嗅いだことあるね。嗅いだ気がするよね。あれ、ちょっと待って。匂いで、はい、これブルーハワイかなと思ったんだけど、味ちょっと違いません？違う気がする。ちょっと保留にしていいですか。保留にしましょう。じゃあ次、はい、ありがとうございます。ん、あれ、あんまり匂いがしないですね。うん、ん、え、これさっきあったよね。ありましたね。あれじゃないですか。これレモン、え、これレモンじゃない？え、メロンな気がするんですけど。緑だから？これレモンじゃないかな。レモンじゃない？ちょっと待って、わかんねえ。ちょっと保留にしていい？ちょっと怖いな。じゃあ次行きましょうか。はい。あ、え？いや、これこっちがレモンだな。こっちレモンですね。これがレモンだ。これレモン。これ僕メロンだと思うんですよね。一番の味がする。あ、メロンかもな。でもこれメロンなのにメロンでいきますかね。それ罠、やっぱり罠や。最初におっしゃった。ガクトモチャンネルのスタッフの罠だよこれ。罠かもしれないです。次行きましょうか、はい、あ。ありがとうございます。あれ？うん。これもさっきはありました、ね。一番自信があるって言ったじゃない、ね、うん。これこの2つはもうこれが、ね、レモンイチゴ。うん。まあ、多分レモンイチゴ。いや、メロンでしょ。メロンですね、きっと。これメロンだよ。これがちょっと謎なんですよね。ブルーハワイじゃないかな。ブルーハワイですか、うん、じゃあ、僕らの答え出揃いました。こちら、こちらの1番がブルーハワイ、2番こちらが
メロン、3番こちらがレモン、4番こちらがイチゴでございます、はい、もうここの3つは結構自信あります、ね、うん、そうだね、これ1番がもうわからない。あ、こことここが逆ってこと？え、ちょっと待って、これメロンですよね？嘘だよ。いや、なんか目つぶってるから。はい。あー、なるほど。うん、言われてみれば、これはブルーハワイが定まってないからわかんないのかな。これはもう明らかにちょっと味あれでしたけど。これね、香りってことかい？香りに騙されているってことかい？でも見た目ってことなのかもしれないですね。もしかしたら緑でメロンの印象が強くあったのか、わからない。僕は認めたくない、なんか検証結果は、明らかにこれっぽいのはわかるけど、ちょっとわかりづらいなってやつは結構騙されるぞという検証結果ですかね。味が一緒なわけではないんだけど、ね、香りも、うん、味は当てらんね。当てらんなかったね。うん、いや悔しいですね、ちょっと。ってことでちょっと悔しい結果になってしまいましたけども、自信満々だったからね、2から、1番目の検証結果はもう完璧に当てられたんで、そこはもう皆さん自信持って味は違うっていうのは分かったんですが、見た目にまず騙されるかもしれないよっていうのは、っていうのは本当に、うん、頭に置いておいてください。お気をつけください。本当だよね、もしかしたらだって屋台出してる人がね、こうやって色変えてるかもしれない。そうですよね、それはやばいっす。いや、わかんないっすね、それきっときっとわかんない、気づかないから、まあ、それぐらいの違いってことかもしれないですね、もしかしたら、みんな一緒だっつってんのはもしかしたらそういうところにあるかもしれない。そう、うん、そういうことかもしれないね。ということでですね、今回1本目前半の動画で、やってきたんですが、もしよろしければ、うんうんうん、T シャツを友達の証として受け取っていただきたいんですが、なんとなんと、はい、ガクトモチャンネル T シャツ、はい、NG っていうこともできるんですが、もし受け取っていただけるのであれば来てほしいですね。何してくれるの？じゃあ、僕が友達としてじゃないんですけど、おまけ動画っていうのがありまして、はい、おまけ動画で桃とオレンジとグレープも検証してみるっていうのやりませんか？やりましょう。じゃあそれでちょっとね、手を打っていただけないですか？はい、じゃあ来ます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこちら受け取っていただけたんで、後半の動画ではこちらを一緒に来てお送りしていきたいと思います。この動画良かったと思ったらグッドボタン&チャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。うん、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくな。